北海道開発局と札幌のクリエイティブオフィス Q は、北海道の食や観光などの魅力を発信する取り組みや地域活性化を進めようと連携協定を結びました。はい、ありがとうございます。エンターテインメントというものを通じて、この北海道の魅力っていうものを伝えていきたいと思っておりますし、たくさんの方たちと連携をした中で伝えていける方法をもっと広げていきたいなと思っております。6月には2050年の北海道の姿を考える懇談会の開催を予定しているということです。